ヤマタへの援助の件、検討いたしましょう。遠路、ご苦労様でした。明朝に返事をしますので、どうか体をお休めなさい。つくも様、聞いての通りです。困ったことになりました。ヤマタにはサンガを守るオロチの神がおります。それはヤマタだけではなく、私ども泉の血を癒しろ地に保つとてもありがたい神ですが、その神は4年の周期で生贄と供物を求めるのです。まだ汚れを知らぬ生娘と、およそ村2年分の米で作った餅を。ですから、ヤマタに住む人々は毎年収穫の半分を貯蓄してそのみそぎに備えます。またその村では生贄となるための生娘を4年ごとに選び、それを過ぎなければ結婚もできません。ですが、ここが癒しろ地であり続けるのは、その守り神のおかげと語り継がれてきました。農作物の豊穣が約束された肥沃な土地のことです。そこに村を構えると、水は清く、空気は安らぎに満ち満ちて、子は爽健に育つと言われております。そして それと対になって存在する大地の負の気脈をすべて受け取る場所、それを汚れ地と呼んでいるのです。癒しろ地と汚れ地はお互いが矛盾する存在でありながらも、どちらが欠けても成立しないと言われております。だから私たちはその汚れ地をなるべく広げないために、常に防波堤となる場所を用意してきました。彼らは私ども泉のために汚れ地の災いを受け止める役目を代々担ってきました。ですから彼らから税を取り立てることはなく、必要あらば
援助も惜しまないできましたが、知っての通り邪馬台に届けるつもりで余りの食料はすべて倉庫から出してしまいました。その食料も今となってはことごとく廃。正直余裕は全くありません。それでも食料を捻出しなければ、ヤマタはおろか汚れ地が広がる恐れも。でもそれならどうしろと。そうですね、いい潮時なのかもしれません。ヤマタのオロチとのイザナミ様、考えてきたことです。ヤマタのオロチを倒し、ヤマタで続く馬鹿げたミソギを終わらせること。以前は策も労せず言うだけで挑んでしまって散々でしたが、様の言う通りです。幸せは他人の犠牲のもとにあってはいけないのです。今がいい機会なのかもしれません。本当の意味で泉が栄えるために。イザナミ様、
雲様。やはりあなたに来てもらったおかげで決心がつきました。私は申し上げた通り、ヤマタノオロチを討ちに出ます。その後はこの子を。もちろんです。戦闘では役に立たなくてもみんなの治療ぐらいはできます。今回の件は神に対しての畏怖が強すぎます。ですから兵士は同行させることができません。最悪私たち三人で立ち向かうことになるのですよ。なら手を貸してあげようか。今回の一件は時空警察の管轄内だしね。あからさまな時空干渉は禁じられているけど、重火器の使用は OK もらっているから少しは戦力になるわよ。しょうがないじゃない、一人で戦っても勝ち目ないんだしね。同じやるなら連携した方が効率いいもん。ま、違反行為にはならないと思うよ、自己判断だけど。しかしあなたは。大丈夫ですよ、この方はすごいんですよ。なんだか変な武器で光線を出したりできるんですから。見たこともない呪術を使うんです。呪術じゃなくて科学なんだけどな。え、科学？それってどんな薬を調合するんですか？例えばどんな文字？推しの話はするな、クモ娘。あんたから先に成敗するわよ。男が一番頼りないけどね。お願いしますね。
誰？何よ、脅かさないでよ。なら声くらいかけなさいよね。何って報告って言えるわけないじゃないの。何しに来たの？忙しいわよ、誰かさんと違ってね。ありがとう。定型の挨拶でも言ってもらえると嬉しいね。ほんと、つくもは感情がすぐ顔に出るね。トランプ苦手？ことが分かんない人よりはずっといいよ。なんとなく接しやすいしね。いいよ、まんまだし。体積を圧縮した虚数空間に格納してあるわ。必要に応じてここから取り出すの。本来実世界にはありえない数字のことよ。でつくもちゃんと学校で勉強してる？じゃなかった？はい、その回答で確定。学校行ってたら勉強なんてやってらんないよね。他に楽しいことやりたいこといっぱいあるんだもの。友達と過ごす時間の方が大事だもんね。
か？そうかな。そう。そうだよね。それじゃあ、さっさとヤマタノオロチなんか片付けて、徹底的にしごいてあげるわ。覚悟しなさいよ。大丈夫よ。追試どころか学年ランキング狙えるくらいに猛特訓付き合ってあげるから。ありがとう、つくま。